鼓笛隊の軽快なリズムで京都御所を出発したのは維新勤王隊列です。時代祭りは葵祭り、祇園祭りとともに京都三大祭りの一つで、平安遷都1100年を記念して始まり、毎年10月22日に行われています。平安時代から明治維新までの歴史上の人物に扮したおよそ2000人が秋の都大路を練り歩きます。祭りが始まって、その時代ごとに子供が興味を持って役に立つのかなと思って、織田信長とか秋晴れのもと、きらびやかな衣装に身を包んだ行列は平安神宮までのおよそ 4.5 キロの道のりを行進し、沿道の人たちを魅了していました。